can feel my body fold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me, looks can be deceiving. Let you get the best of me in bed with my worst enemy. This is a no-go, I just can't take hold. This is a danger zone, back up and get me. はい、おはようございますということで、無事沖縄着きました。今回泊まるホテルがこちらということで、なんとね、バスが空港から直通というか往復してもらってたみたいなんですけど、全く気づかず僕タクシー乗ってきたら、ちょうど目の前ずっと走ってるバスあるなと思ったら、全く同じところに泊まりました。で、ここがね、なんかサウナとかもあるみたいっていうことで、嫁とかね、撮ってくれたんで、本当感謝やなと思います。ではチェックインしましょう。なんだこのマンションみたいなところ。わーお、いいじゃないですか。非常にいいじゃないですか。はい、それではね、今からちょっと散歩に行きたいなと思います。近場をフラッと散歩して、あと1時間ぐらいは明るいって言ってたんで、それ終わったらご飯食べて、明日に備えるっていう感じですね。湿気がすごいですね。それでは近くの海見に来ましたよ。うわー寒そう。波の上ビーチ、このようになっております。現場からは以上となっております。予約してやな無理とか言われるかもしれないですね。いけるかな。寝たすぐ寝たあるから、取らせていただきます。え、俺をいいですか。どうですか、この旅は。最高。レンタカー以外は最高。レンタカーボロボロやったんですね。レンタカーボロボロ。どのラバリが詳細はどのラバリ CM の後で CM の後でね、うん、実はね、僕あれなんですよね、ちょっと言ってなかったんですけど YouTube やってるんですよ。へえ。で、それをこれに載せてもらおうかな。あ、全然いいよ。あ、いいですか。あれウェイタイム、これが全国区になるってこと。ちっちゃいニュース見られます。あわへへ。タグゾーチャンネルやめて。これやめ、これこれこの人どうする。この人うわダメダメ。違う人でしょ。いい、僕ですこれほら、僕でしょ。多分違うと思う。さよなら。気付けて。明日も気付けて。はい、お疲れです。はい、ということでね、お別れしました。僕明日は撮影から早く帰らな。急げ。おしまいさい。はい、皆さん、帰ってきました。初日終わってね、非常にいい出会いで、この初日の隣におった人からこんだけ喋れると思わなくて。まあ楽しい思い出ができました。で、まあ彼はね、僕の10個ぐらい上やったんですけど、まあちゃんと敬語で喋ってもらって、めっちゃ親切にね、いろいろお話してもらって、仕事の話の相談とか僕からして、向こうもいろいろ話してくれて、いろいろ楽しかったです。今ね、今から風呂行きたいなと思って着替えたんですけど、パンツ忘れた。全部パンツ忘れた。1枚もパンツ持ってきたいから、しばらくこれからノーパンで過ごしたいなと思いますので、ノーパン系 YouTuber ということで、行きたいなと思います。よろしくお願いします。では、おやすみなさい。また明日会いましょう。はい、おはようございます。2日目ということで、本日はね、撮影のために、沖縄に来たので、撮影ができそうです。朝出た時はね、雨やったんですけど、まあ、ありがたいことになんとか曇りでギリギリ撮影できるかなっていう感じで、こちらがね、何やったっけな、
アロハビーチじゃなくてなんかパラハビーチかなんかそんな感じの名前のビーチで、カメラマンの人とここで合流することになっております。でカメラマンの人はこの現地で沖縄在住の人に依頼したんでその人と初めて会って、依頼するっていう感じですかね。で今日撮影するのがこの辺り T シャツとかロンティとかあとまあパンツとか、ボディバッグとかでグレーの T シャツも新色でこれはもう年1しか出ないんですけどこんなんとかあと新作も一応デニムジャケットとか持ってきたけどちょっと暑いかもしれないですけどね、ちょっと撮りたいなと思います。こんな感じですわ。いいロケーションですね。はい、それではね無事撮影終わりました。もう髪の毛びちょびちょで雨すごかったんですけどもうなんとか後半まで2時間ぐらい撮影できて、晴れてる時もあったんですけどもうびちょびちょ最後になって、終わりました。今現在が11時50分で今からは、昼ご飯食べたいなと思うんですけど、まあ、沖縄来たから何食べようかなと思って昨日の晩ご飯めっちゃ美味しかったんですよ。武藤ってとこね。あれもう一回行きたいなと思うんやけど、まあ、あれは夜あ今日か明日行くにして昼は、まあ、何食いたいかって言われたらラーメン食いたいんやけども、沖縄そばとかはまあいいから、ラーメンかハンバーガーどっちかにしようかなと思ってるので、ちょっと探していきます。はい、それではね、ハンバーガー見つけました。こちらです。どーん。めっちゃ評価高かったから、ここ行きたいなと思います。さてさて、ワクワク。これだ。こんな感じであって、僕はですね、チーズバーガーを頼みました。これかな。では次は車で移動してきてアメリカンビレッジに来ました。ちょっとサクッと行きたいなと思います。ここ撮影できないので、ちょっとさっと行ってきます。はい、戻ってまいりましたホテルまで。結局なんかアメリカンビレッジのなんかアメリカンデポっていうところがすごい買い物できるって書いてあったんやけども実際行ったら、なんかテポの方あんまなかったんですけど、SOHO、双方っていうとこ、そこでなんか買い物しました。で、そこは結構良くて、ほんまにミリタリーで、米軍で使ってた、エクワックスのフリースとか、なんかそういうネイビーって書いてるジャケットとか、アーミーって書いてたりとか、そういうのがなんか結構いろいろあって、ミリタリー以外にも、なんかちょこちょこ、ラルフローレンの新品とかあったりしてたんで、なんかね、知らん間にね、買っちゃってました。で、あと、僕の友達のね、転職したんで、転職祝いっていうことで、その子に、アメカジ好きやから、T シャツも買ってきました。だからちょっとホテル戻ってね、ゆっくりして、晩ご飯どうするかちょっと考えますわ。ああ。はい、寝ておりました。ちょっと寝癖もついておりますけども、近くの、なんかちょこっと寿司屋さんみたいなところがあったんでそこに行きたいなと思います。現在5時54分で誤差なしってことで、行きます。はい、そしたらねなんか待ってても全然開かへんかったからなんか近くの、ラーメン屋さんに来ました。ラーメン屋さんここ開いてるかな。こちらですね。あ、やってるやってる。行きます。はい、行ってきました。めちゃくちゃうまかったですね。なんかまだ新しくできたとこみたいで、コロナ終わってからかな、コロナ最中かなんかにできた。なんかもう沖縄そばとかはあんまり好きじゃないんですね、個人的に。だからまあ沖縄そば行くんやったらそれはラーメンしようと思ってね、ラーメン行かせて出てきました。この後ちょっと居酒屋さん行ってサクッとだけちょっと焼き鳥とかなんか食べたりしてちょこっとなんかそんなことしたりしようかなと思ってるのでちょっとそんなことしに行きます。はい、おはようございます。3日目ということで、
昨日あの後さす、ラーメン食べた後どこも行かんとね、ホテル帰ってサウナサンセット、あそこサウナあるんですよ、なんか人気みたいで、ラーメン屋の店員の人とも喋ってて、どこ泊まってるんですかって、ホテル山水ってところですって言ったら、あああそこ綺麗で有名でなんかサウナもありますもんねって言われて、ではそうなんですねっていう話して、サウナあるって言ったけどどこにあるかわからんかったから、初日入ってないんですよ。だから探して、で、あここにあんねやっていうことで、サウナね、普通にめっちゃくちゃホテルのサウナっていうか普通のスーパー銭湯のサウナまではいかんけども、ちゃんとしたサウナやったんでよかったなと思います。で今日はね、海かじテラスっていうところに行って撮影して、終わりで、明日帰るんですけど、今日はなんかレンタカー返したりもしなあかんし、なんか結構バタバタすると思うんですけど、で夜はもう4時から予約してるんですよ、武藤っていう居酒屋さん、初日行ったとこね、あそこめちゃくちゃうまくて、マグロと食パン、なんかもうあんなん食ったの人生で初めてやから、ちょっともう一回食べとかな後悔するなと思って、予約しました。その代わり人気すぎてやっぱ4時から6時までしか取れなかったんですけど、ちょっと準備していきます。いや、無事到着しました。海かじテラスっていうところに来ました。ちょっと今駐車場だから何も映ってないけども。ここで午前中撮影させてもらって、一応なんか許可取ってて、カメラマンの人が今なんか許可、ワンショーとか撮りに行ってくれてるんですけど、今日もね、頑張っていきたいなと思いますので、9時8分で今のところは誤差はないと思いますので行きます。はい、それでは撮影無事終わりました。今回ちょっと早くて、今現時刻が11時半なので2時間ぐらいの撮影で終わって、結構観光客の人も多くなってきたから、もうそろそろ終わりにしようかって言って終わりました。こんな感じですね。うん、さっきと変わらんな。なんか空港も結構近いみたいで、観光客の人が帰り際、もう飛行機乗る前の時にサクッと寄る。あ、猫ちゃんだ、猫ちゃん、猫ちゃん。なんかね、めっちゃ猫おるんですよ、ここ。なんか腕かいてますわ、ずっと。何してんねやろ。まあそういったことでね、僕は準備して昼飯食って車返しに行かなあかんので、レンタカー返しに行って、で4時から武藤ですね、4時から武藤さん行きたいなと思いますので行きましょう。片付けるとは言ったものの、こんな感じなんですよ。だからもうちょっと片付けるの嫌なって言ったけども、どうしようかな。ちょっと片付けるのどうします。無視してるから、あ、無視してるからね。ちょっと片付きますか。はい、それでは片付け終わったので、昼ご飯食べたいなと思います。昼ご飯はね、やっぱ沖縄来たからにはね、ゴーヤとかなんか海ぶどうとかなんか中、沖縄そばとか言うけども、結局ハンバーガーなんですよね。でハンバーガー行きます。すいません、チーズバーガーください。はい、すごいです、目の前から飛行機が来ます。うわ、分からんな。これなんかね、自衛隊がそこにあるからめちゃくちゃ何回も飛行機通るんですよね。来たぞ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 。まずポテトから食べていきましょう。あ、カリカリ、うわ、カリカリポテト、うん、うまい、うん、うまい、うん、ポテトうまい、結構いい、ね、一番上のところになんか刺さってるけど大丈夫かな、これピクルスかなんか刺さってますけど、いけてます、これ食べられない。はい、ではですね、
岩から武藤に行きたいなと思います。3時47分なんで、4時から予約してるので、歩いていきます。それでは歩いてきてしまいました。沖縄旅2回目の武藤村でございます。もう僕の行きつけって言っても過言ではないかもしれませんね。沖縄のお袋の味、そう、武藤さんでございますね。こちらです。今日はね、何を食べようかなっていうことなんですけども、天ぷらも良さそうやし、マルゲリータも美味しそうやし、まかない飯も美味しそう、ステーキも美味しそう。牛ハラミタレ焼きいいね。はい、それでは行ってきました。食パンめちゃくちゃうまくてね、塩パンっていう頼み方なんかな。で、まあ行ったらいいと思うんですけど、隣の人ともまた仲良くなって、まあ今回は2軒目行ってないんですけど、定年退職された、男性の方とお話しさせてもらって、福岡の人やったんですけど、福岡じゃないですよ、福岡の人やったんやけど、その人と喋って、で、そしたら隣側の席にも女の人来て、その人とも喋って、3人で喋ってたら、その女の人は、後々聞いたらなんか CA さんやって、で、CA さんが嫌がる、男性、困ったお客さんの話とかもいろいろ聞かせてもらって、楽しい時間になっておりました。なんかこんなお客さん嫌なんですよっていうのを教えてもらって、そうなんですねとか、あとナンパされる時とかって、その紙に番号とか書いてるんですかって聞いたら、いやーそれは最近ないですかねとかっていろいろ教えてもらって、楽しい時間でした。僕はもう夕方6時ですけど、あのホテル帰って寝たいなと思いますので、楽しい時間ありがとうございました。沖縄に行ったらね、大体カウンターで多分皆さん仲良くなると思いますので、ぜひね、僕の、あの行きつけの店ね、武藤に行っていただけたらなと思います。ちなみに武藤さんの方はですね、僕のこと全く知りおりませんので、タクゾーの動画見てきましたって言ったら何の話ですかって言われると思いますので、ぜひ行ってみてください。では、明日へ、後半へ続く。はい、ということで、無事帰ってきました。楽しいね、4日間ありがとうございました。まあ、ずっと、まあ、雨と曇りということで、まあ、天気には恵まれなかったんですけども、まあ、撮影も無事できたし、で、まあ、雨でできんかなと思ってたんやけども、まあ、最後まで、走り切れたし、まあ、あといろんな人とね、出会いがあって、まあ、みんなそれぞれ名前も聞いてないから、もうその場限りの出会いやねんけども、例えば、石垣島でここのお店美味しいからぜひ行ってみてって、教えてもらったりとか、友達とかには言いにくいんやけども、第三者の知らん人やからなんか悩みが相談できるみたいな感じで悩み相談してもらったりとかして、結構込み入った家族の話とかもしてて、でも名前知らんみたいなね、不思議な感じだったんですけど、まあ、なんかそれが沖縄らしいんかなって、なんか聞いてる感じはね、思ってたんで、楽しい時間が過ごせてよかったなと思っております。で、今からはですね、僕ちょっとまあ見てもらうと分かる通り、今がジム行きたいなと思って、ちょっと4日間ジム行ってないから、ちょっとなまってきたなっていう感じがあるので、ジム行って、自分ビジバシしごいでね、今日は終わりたいなと思いますので、以上ということになってました。ではまたね、Vlog、次は、嫁像に会いに行くっていう Vlog になるかもしれんし、それまでに Vlog 出せるかはどうかちょっとわからないんですけど、また、見ていただければなということで、以上、沖縄 Vlog になってました。ではまた、別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。